さて、それではね、引き続きやっていきましょうか。まあ、前回はですね、まあ、ここら辺の城を威風で取ったんと、こちら辺の阿形城とかの城を取って、まあ、柚木城取ってたけど取られちゃったみたいな、そんな感じになってますね。で、とりあえずですね、まあ、防衛戦やってたのは終わりまして、阿形城に来てる部隊はもういない感じになってまして、まあ、そろそろね、兵も出せそうな感じになっております。ただですね、まあ今絶賛攻め込まれてるんですけど、まあ姫火山城、山吹城、あと友城ですね、を攻められてまして、多分ここら辺はなんとか、攻城戦で守れると思うんですが、まあね、ここの柚木城からの、この進行ルートですね、ここがかなりウィークポイントになってまして、早めにここら辺の城を取っちゃいたいんですけど、まあね、黒瀬城からの侵入はどうせできないと思うんで、まあ、なんていうんですかね。まあ、ここの中村城を取るために、ここら辺のね、阿形城とか取った感もあるんで、そろそろね、この中村城行きたいと思います。まあ、ちなみに、ここの残ってる帯城なんですが、島津がまあ取ってくれそうなんで、まあ、掘ってる感じにはなってますね。というわけで、兵を戻ってきたんで、出陣させていきましょうか。どれぐらいかかる ?120 日。まあ、そこまでやな。はい、行きましょう。遅れは禁物です。はい。というわけでね、中村城までやってきました。もうそろそろ合戦が起こせそうな感じになってまして、相手の部隊も順調に集まってるんで、多分威風今日起こせそうな、そんな感じがありますが、お、12部隊ちゃんと入ってますね。ただ兵力的にはかなり拮抗してるな。まあ、これを買ってね、威風今日起こしていきたいと思います。はい。まあ、なかなかお互い、被害がやばかったですけど、なんとか勝てましたね。おい、お、これ、柚木城まで行ってる?あ、これ行ってる臭いぞ。おっと、なかなか徳川さん、やばい状況になってません?4の城と26の軍が当家に寝返りましたということで、柚木城まで手に入りました。いやーもうこれで柚木城手に入るんやったら、あれですね、上から行ったの完全に無駄でしたね。いやー、つれえ。完全に内政振り出しのやつですわ。まあ、威風で取ったけど、取ったけどっていう感じですね。で、ちょろっと見えた徳川さんが、うん、かなりやばいことになってますね。なんかあんまり、こっちの方を見てないうちに、豊臣と伊達に攻められて、もうなんか滅びる寸前っていう感じがめちゃくちゃしてますけど、大丈夫か?なんか大丈夫ではなさそうやけど。で、ここの伊達と豊臣も戦ってるんか?どうなってるんや?なんかどっちが優勢かよくわかんないですけど、まあなんか豊臣が優勢っぽい感じはありますね。例えばこの豊臣ね、結構強いなと思ってたら、この高家の誉れ多分制定されてるんですよ。あ、ありましたね。高家の誉れがあって、これで多分能力ほぼプラス15でマックス上がってるんで、まあそのおかげでだいぶ舞台が強くなってましたね。合戦でもなんかこいつら妙に能力高いなと思ってたんですけど、まあそういうことやったということですね。まあ、ここら辺は問題なく、守れてますね。今のところ攻城戦は発生してないんで、まあちょっとの間ね、放置してたらまあまあ大丈夫かなっていう感じですね。お工場まで取れたのがちょっと、まあ、ある意味想定外ではありますね。ただちょっと来てる部隊を軽く追い払わないといけないんで、これだけパパッとやって次どうするか考えましょうか。まあ、とりあえずお工場を、防衛の城に行った方が良さそうな感じはありますね。で、できるなら四国の城を先に取った方が良さそうですね。多分九州から行くにしても、四国の方が行きやすいとは思うんですよね。まあ、ちょっと見てみないとわかんないですけどね。まあ、ついでにここら辺結構守りやすいしね、守りやすいところを、残しとくっていうのはまあ悪くないかなって。ただこっちの合算戸田城とか取った方がさらに守りやすくなるんで、まあ、こっちか四国かどっちかでしょうね。まあ、とりあえず防衛戦終わってからまたどうするか考えましょうか。まあ、というわけでね、防衛戦が終わったと言いますか、なんて言うんですかね。まあここら辺のちょろちょろ来てた防衛部隊というよりかは、まあここら辺のあれですね、攻城戦が始まりまして、一気になんか防衛する感じではなくなったっていう感じにはなってますね。で、一応取った城なんですけど、こんな感じにしてますね。お工場と、柚木城を防衛拠点にしてまして、
まあ、一応あの支援拠点とかも入れて、まあ、兵力1万ぐらいでなんとかなってる感じになってますね。多分これで守れると思うんですけど、まあ、あのこっちの方の城みたいに山城とかじゃないんで、ちょっと守りにくいは守りにくいんですけど、まあ、とりあえずこうするしかないかなっていう感じですね。で、まあ、とりあえずもうこっちに攻めてきた部隊はね、撤退したんで、うちももうね、ここら辺の部隊撤退させてってるところですね。で、こいつらが帰ってからちょっと後々どうするか考える感じになりそうですね。まあ、攻撃するとしたらこっちの川の江城に行って威風を起こすか、まあ、ガッサント田城行くか、まあ、水戸屋城の方行くかみたいな、多分そんな感じになってくるとは思うんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、ここら辺の四国の城ってどこの城取っても守りやすいところってあんまないんですよね。ここの川の江城も、平城なんですよね。なので、あんまり守りやすい城がないんで、正直、ここで守ってるんと、さらに取って守るんとでが、そんなにあんまり変わるような気がしないんですよね。それよりかは、守る手間が、減るこっちに行く方がいいかなとは思ってるんですけどね、出雲大社もあるし、こうあの軍の制圧速度が上がるんで、まあ、かなり助かる、なんていうんですかね、名所ではあるんで、ちょっとここら辺欲しいっていうのもありますね。まあ、とりあえずちょっと兵戻って、まあ、その時の状況次第でどこ攻めるかはね、考えたいと思います。というわけでね、兵も戻ってきたんで、再度出陣していきましょうか。目標は、まあ言うてた通りね、こっちの、水戸屋城の方ですね、行きたいと思います。結構兵糧ギリギリですが、まあ兵糧庫とかもあるんで、なんとか到着はできるでしょう。城を取りに行きます。出陣です。はい。というわけでね、まあ絶賛水戸屋城を向かってる最中なんですけど、最近ちょっとね、従属九州出てきまして、ついにね、島津を吸収できるような感じになっております。島津を吸収することができたらね、完全に九州統一できた感じになるんで、まあ多分これを吸収できたら、一応地方統一できたことにはなるはずなんですが、はい。ここで勢力目標の風待ちの特別報酬ですね、ゲットです。九州統一も達成しましたと。はい、一応これでね、地方、統一エンディングを迎えることができたんですが、まあ今回はね、天下を目指していく予定なんで、このまま続けていきましょう。はい、天下平定のためには、機内の、城が必要ですっていう、そういうお話ですね。天下平定まで残り58、機内の制覇まで残り11。まあ、機内に行くまでにはなんとか行けそうな気がしますけどね。これで、あれですね、島津義弘とか、まあ、かなり強い武将が、あれ、入ってくれたんで、まあ、かなり助かる感じではありますね。あとは、新納さんとか、あれかな、豊久とか、そこら辺かな、強い人は。まあ、一応、軽く能力の確認だけしておくんですが、まず、島津義弘ですね。まあ、あの、能力というよりも、年が73歳なんで、あといくつまで生きれるかっていうのは、かなり怪しい感じはありますね。一応、福島伝というか、福島正則というか、福島家のね、固有の政策で、ちょっと能力高めにはなってる部分もあると思うんですけど、まあ、それでもかなり高いですね、やっぱり。あとが、島津龍白ですね。多分、ヨシヒッサーですよね。血縁。着難になってるんで、そうですね。まあ、ここもかなりね、年齢が75なんで、ちょっといつまで生きれるかっていうのはかなり怪しいところではありますね。あとは、新納さんもかなり強いですが、もう年が82歳。いやー、島津のあれですね。だいぶ高齢化が著しいというか、凄まじいですね。最後に島津豊久あたりかな。まあ、豊久は言うても年齢的にはかなり若いですね。いいですね。ただまあ、能力的にはかなり武勇によってるんで、まあ若干使いにくいっちゃ使いにくい感じはありますが、まあ、竜騎兵があるのはいいのと、あと捨て余りか。ただね、捨てがまりが発生するほど兵を酷使することがあんまりないような気もするんで、ちょっとね、使いどころがあるんかどうかはかなり怪しい感じではありますね。というわけで、まあ、島津もね、無事に吸収できたんで、このまま水戸屋城行きましょうか。一応水戸屋城の領地入ってますけど、敵が全然やってこないですね。まあ、なるべく、これあれですね、ダメですよね。ここの出雲大社の条件を満たそうとすると、ちょっと、見て、ここの出雲大社も、威風で取りたかったんですけどね、まあ、なかなか思うようにはいかない感じではありますね。あと、威風強が起こってほしいんですけど、それも若干怪しいところはありますね。ギリ、ギリいけてるな。
ただうちの部隊が1部隊入ってない。この部隊使えてるだけ、使えてるだけではなくて、そもそも敵はよく、ちょっと動かすのが遅かったか。なんか目標が山吹城になってたっぽいですね。まあいっか、とりあえず多分ナブタイでも勝てるかな。んー、ちょっと相手の部隊がかなり多いぞ。いける部隊はそんなにちょっと多くないんで、ここの部隊、井上隊じゃないですね。もうとりあえず待ちましょうか。多分これでいける。はい、それではやっていきましょう。8部隊対13部隊。いや、増えてますね。とりあえずやっていきましょう。いい風況にしてはしょっぱいか。なんということか。はい、ああでも4の城取れてますね。いい感じです。いや、むしろ取れすぎてる感が。いやいやいや、これは取りすぎてる。しかも取れ方が良くない。鳥取城まではいらんかったな。合算戸田まででも良かったんですが、もうここまで来ると次備中高松とかこっちの高田城行かないといけない雰囲気を醸し出してる感があるなぁ。ちょっと、折れすぎるのはそれはそれでちょっと微妙な感じはありますね。まあ、とりあえず一旦帰りますか。古いところは、まあ、そろそろあれなんかな。豊臣との、兵力的な優位というか、差が埋まってきたんかな。あんまり攻められることがなくなってきたんで、もしかしたら埋まってきてるんかもしれないですね。いやいや、とはいえ、最大兵力まだ全然負けてますね。100万近く、まあ、90、91万ぐらいかな。91万ぐらいで、うちが37万とかなんで、全然倍以上ありますね。はい、とりあえず取りすぎたところに関しても、一旦ね、防衛拠点に設定しました。まあ、ちょっと鳥取城が微妙な、兵力的に微妙な感じはありますけど、まあ山城なんで、なんとかなりそうな感じはありますね。ただちょっとね、なんていうんですかね、防衛施設の準備にちょっと時間かかりそうなんで、まあ、ここの後ろに来てる部隊ですね。こいつらをちょっと一時的に防衛するために連れていきましょうか。まあ、攻められなかったらいいんですがとか言うてたらやってきましたね。豊臣家が17万。まあ言うてもやっぱりそんなに兵力差ないから攻めてくるんですね。はい。まあとりあえず防衛戦やりますか。というわけでですね、多少防衛戦も終わったというか、まあ絶賛やってる途中と言いますか、っていう感じになってますね。一応防衛の、なんですかね、準備が完了するまでちょっと守ったんですけど、まあそもそもあんまり戦闘しなかったですね。で、まあここの攻城戦が発生するかはどうかはまだちょっとよくわからないんですけど、まあ後方のね、兵もようやく帰ってきたんで、再度出陣したいと思います。行くのはこっちのあれですね、備中高松かな、備中松山か、こっちに行きたいと思います。まあこっちでも四国でも正直どっちでも良かったんですけど、まあ、こっちに行った方が、まあ鳥取城とか上市城とかが楽になる可能性がね、まあ、ちょっとあるんで、なのでね、こっち行こうかなと思います。というわけで出陣していきましょう。ついて参るのです。というわけでやってきました、備中松山城。ただここね、かなりルートが悪いというか感じになってまして、一応後ろから来てる部隊、あ、足りてないですね。そもそも威風強になるまでの部隊が集まってない。ギリギリ備中、松山から出陣したらワンチャンあるんですけど、ここら辺ね、ちょっと道が狭くて、おっと、これ先導決まってって、備中松山からも兵出てってるんですけど、多分ね、威風強行せないんですよね。このまま行ったら、あ、これワンチャン行けるか。ここからやから。いや、行けへんな。この福島さんがやってきてくれたらいいけど、なんかやってきてくれなさそうやぞ。いや、行けるけど、一部隊備中松山に引いちゃいそうな感じもありますが、おっと、ここでおかわりがやってくる。どこ目指してやってきてる？まあまあ特に問題ないですね。前から狙われてるところだけなんで、まあ今のところ攻城戦も発生してないんで、追ってても大丈夫かなっていうところはありますね。
さて、それでは活性機行きましょう。8部隊対11部隊。これ無理。2、4、6、無理ですね。あ、じゃあこれもともと足りてなかったんか。いやー、ちょっとつれえ。つれえけど仕方がないですね。というか兵力的にそもそも負けてますね。もうちょっと部隊連れてきた方がいいんかな。まあ、それではまあ仕方がないんでね、やっていきましょうか。はい、ちょっとしょっぱそう。身の代しか取れてないんちゃうか。なんたることか。おっと、なんか春日山城がやばい状態になってたぞ。はい、目標の維新を到達しましたと。お小遣いもらえましたね。まあ、お金は潤沢にあるんで別にお小遣いいらないんですが、正直このレベルやったら全然上市場と鳥取城助かってないんで、さらにもう一歩前に行かんといけなさそうですね。防衛に来てる部隊はいないんで、一旦帰って再度攻め直す形になるか。いや、ちょっと来てるな。あー、あれか。ここの友城を攻めに来てる部隊がいるんで、もともと友城を攻めに来てた部隊ですね。そいつらのちょっと迎撃だけしないといけなさそうですね。で、さっき見えたやばそうな上杉家ですが、もう本当にやばくなってて、まあもう上杉滅びる寸前になってますね。まあ、おそらく伊達家に取り込まれるんやとは思いますけどね。で、いつの間にか徳川がいなくなってますね。いやー、残念。その勢力情報を見た感じでは、やっぱり豊臣の方がその勢力的にでかいので、まあ、伊達もここからね、押される一方になるとは思うんですけどね。まあ、伊達がね、もっと頑張れるように、うちもちょっとね、頑張って押し返していかんとダメですね。だって、兵もね、まだ完全に帰ってきてるわけではないんですが、もうさすがにね、ちょっと九州の端の方からというか、まあ、ここら辺から出すとね、帰ってくるのにかなり時間を要するんで、全員帰ってくるのを待ってるとね、まあ、ちょっと厳しいところがありまして、まあ、交互にちょっとね、兵を出していって、あと足りない分はここら辺のね、中国地方のところの城から、あれですね、兵を出してなんとか補っていこうかなと思います。というわけで兵を出していくんですが、まあ、上市城とか鳥取城とかね、まあ、ここら辺ずっと囲まれた状態で全然攻撃されてはないんですけど、ここの柚木城とかも含めてなんですけど、まあ、いつ攻城戦になってもおかしくはないんで、まあ、突くのが先なのか攻城戦が先なのかどっちなのかっていう感じではありますね。はい、というわけで岡本町行きましょう。城を奪ってみせます。みんな、ついてまいれ。というわけで、もうそろそろね、岡山城に着きそうな感じではあるんですが、それより先にちょっとお工場で防衛戦が起きまして、多分ね、防衛戦結構連鎖的に起こるんで、ここから一気にここら辺の上市城とか鳥取城とか一気に行くと思うんですけどね、行かなければ行かなかったで、まあそれでいいんですが、って言ってたら備中松山城で防衛戦が発生しそうですね。多分これ立て続けに全部起こるような気がするんですよね。じゃあやっていきましょうか。一応3倍ぐらい相手兵力いるんか。まあでも一応ここ確か山城なんで多分大丈夫ですね。まあ山城で一方向からしか来てなかったんで余裕でしたね、わりかし。はい、これあれですね、下の軍も取り返せたんが結構うまいですね。じゃあこの軍を取りに行かせた部隊も返しちゃいましょうか。あ、ついでにここに来た部隊撤退していきましたね。これで備中高松城の方は攻城戦は起きなさそう。あれ、上市城にも兵来てなかったっけ。いや、さっきの威風で吹き飛んだってことはないと思うんですが、とりあえず一旦軍を取り返しておきましょうか。ほい。まあ、と怒るとしたら鳥取城ぐらいですが、鳥取城は怒らなさそうですね。じゃあこのまま後ろの部隊が岡山城着くまで待ちましょうか。それでは部隊もね、前線にやってきたんで合戦やってきましょうか。今回は結構兵連れてきたんでね、大丈夫やとは思うんですが、前回ちょっとね、兵数が足りなくて威風の強が起きなかった感もあるんで、かなり多めに連れてきた感じでは
あるんですが、ちょっとあれやな、敵の部隊が移動してた感じがあって、それで若干あれか、ここ、ああ、そういえばここなんかあれなんですよね、威風というか合戦起こるところの間がめちゃくちゃ狭い、そういう場所やったような気がするんですね。ここまでしか入ってないですね。ここまでしか入ってないんで、この部隊が前に来てくれたらいけそうな感じはある。これで合戦をやれば、はいはい、ギリギリいきますね。それではやっていきましょう。兵力的には今度だいぶ勝ってますけどね。やっていきましょう。はい、まあまあ順当ですかね。ほい、いい風況でだいぶ取れましたね。なんたることよ、まさか。はい、これで大農村のあれですね、特別報酬も手に入れることができましたと。これで上市場と鳥取城というか、上市場も貿易拠点いらないですね。貿易拠点解除して、これでだいぶあれですね、守りやすい形になりましたね。いやー、威風を起こしてここの鳥取城まで取れた時はちょっと守れるか怪しかったんですけど、まあまあ全然いけそうですね。あと、そういえばこれ、海上交渉。今ですね、政策でね、この学装招聘っていうのをやってて、まあそれで海上交渉っていうのが、まあこれやったら出てくるんですけど、で、とりあえず出てるんですが、これあれですね。まあ、城ごとの引き抜きができるっていうやつですね。ただ、まあ、少し難しいお役目って言われてるんで、多分できないですね。もうちょっとね、使いどころがあったらそこでね、使っていきたいんですけど、なかなか、うまいことできそうな気もしないですけどね。で、あとは来てる部隊を、軽く、片付けましょうか。次は今度はここの四国を取っていきたいですね。今の状態だと四国からのルートとかもあるんで、ちょっとまた防衛の仕方とかを考えないといけないですけど、そこまで、なんていうんですかね、少ないというか小さい労力で守りきれるかって言われると、ちょっとそんな感じでもなさそうなのがちょっと微妙ではありますが、まあまあそれは仕方がないかな。まあとりあえず今回もそれなりにしろっと取れたんで、一旦ここら辺で終わりにしましょうか。お疲れ様でした。